アメ男は防衛大臣になっちゃいけないそうですよ。トレンド公演についてお知りになりたい方は URL をクリックしてくださいね。はい、哲也です。今日はね、河野大臣のアメ男発言について考えてみたいと思います。まあ、先日ですね、河野太郎防衛大臣がね、自身のまあ政治資金パーティーで、まあ、自分はですね、地元でアメ男と言われていたと。で、防衛大臣に就任すると台風が3つというようなね、発言をされました。まあ、このことをね、テレビ朝日でしたかね、速報で流しました。で、まあ速報ということですからね、僕も何事かなと思ったんですけど、よく聞いてみると全然速報すべきような内容じゃないなと思ったんですね。で、なぜかっていうと、別にアメ男というのはまあ自虐発言みたいなもんじゃないですか。まあスピーチのね、最初に少しこう和ませるようなことを言うというのはね、まあこの政治家のスピーチで、まあ、これはあの普通のことなんで、まあちょっと和ませる発言をしようということだったんだろうと思うんですね。でもこの野党とかね、あるいはマスコミはですね、どういう扱いをしてるかというと、被災地ではね、死者も出てるのにこんなことで笑いを取ろうなんてするのは不謹慎であるというようなあの発言を、まあ、していますよね。まあ、それほどのことなのかなというのは僕の率直な感想です。別にあの適切な発言とも別に思わないんですけどね。雨男って言わずに晴れ男って言ったらよかったのかって言ったら、そうでもないでしょ。これ自虐なんで、まあ自分はそう言われてきた。で、実際にですね、台風が3つも来てしまった。その後が大事なんですよ。そのために自衛隊がね、出動して献身的に、まああのね、支援救済に回ってくれてるとね、自衛隊員の一員であるということに誇りを持てるようにしたい。そしてまたあの自衛隊のね、処遇の改善にもね、努めていきたいと。むしろここが河野大臣の最も言いたかったところじゃないですか。最初の雨男なんていう話はね、まあどうでもいいところじゃないですか。まあ最初のそのスピーチのね、最初にこう場を和ませるレベルのことですよ。で、別にそのジョークっていうか受け狙うほどのことでもないんですよ。柔らかく話から入って真剣な話に持っていくっていうのは、これはね、政治家のスピーチとしては普通なんでね、目くじら立てるようなことでは全然ないと思うんですよね。が、立憲民主党の安住さんなんかはね、まあ自身のその雨男でね、国家にいつもあの災害を生じさせると思うんだったらね、あの大臣辞めた方がいいとかね何、雨男で本当に雨が来てると思うんですか。そんなことないですよねもう非常識な発言ですよ。適材適所ではないとか言ってるんでしょ雨男は防衛大臣になっちゃいけないとか。大体ですね、自虐発言とかね、謙遜発言に対してね、そのままあの受け止めますか。例えば、僕の具材がですねとか言ったとしたら、え、奥さん具材なんですか、そこ離婚したらどうですかとか言いますかそれとか、あの立憲民主党のやっぱりあの、福山さんかな、はもう総国やめてもらいたいというようなことを言ってましたね。全然ね、大臣辞任するような発言じゃないですよこれは。まあ、萩生田さんがね、その前になんかあの身の丈発言としましたね。まあ、あれもね、適切とは言いませんよ。しかしこれもね、目くしら立てるようなことでもないなと僕は思うんですよね。まあ、あの野党の姿勢というのはね、どうも あれですね、なんていうかな、こう自民党のイメージを毀損して、ね、失言ドミノから辞任ドミノへみたいな、いてそういう狙いが見え見えじゃないですか。もっと本質的なところでね、議論してね、自民党の政治のダメなところを追求してですね、本当にこの国を良くするというね、そういう姿勢をね、見せてもらいたいんですけど、なんか適質狙いね、相手の失敗をなんか嘲笑ってね、そして自分たちの支持率を上げようなんて、そういう姑息なことを考えちゃダメですよね。まあ河野大臣、その他のまあ大臣もそうですけど、まあ、発言にはね、注意していただきたいなとは思いますけれども、野党の今の姿勢はね、かえって野党に対する支持率を下げていくんじゃないかなと僕なんかは思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。目覚めよ日本人、よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。